ティスペックチャンネル。はい。はい。タイラチャンネル始まりました。これタイラチャンネル。はい。うちのタイラチャンネルになんとアトモスの小島君が出てきてます。ありがとうございます。はい、アトモスさんに今回お伺いして。千駄ヶ谷ですね。千駄ヶ谷店にありがとうございます。はい。はじめまして皆さん。はい。初めての人もいると思うんですけど、はい、アトモスというスニーカーショップのディレクターやってる小島と申します。はい。小島君です。同級生です。はい。同級生です。文化服装学院っていうスタイリスト科の同級生です。めっちゃ変な感じだね。はい。変な感じです。変な感じですけど、はい。そう。同級生なんですけど、初めてこうやってね、ちゃんと撮るの初めてです。そうですね、はい、そうなんです。で、今回出てもらったのが、はい、いつもね、そう、このアリマティック、はい、そう、大好きな。相当履いてるね。履いてる、もう毎日のように履いてる。そうなんですよ、ほぼ全色。そう、全色持ってますね。持ってるね。はい、で、それで、今回また新しいの出るんだもんね。そうですね。で、そう、今回ですね、タイヤ君がですね、アニマティックが好きすぎて、そう、年内あとどんぐらい出るねっていう質問をいただきながら、はい、まだですね、全然世にちゃんと出てないものをいち早くタイヤチャンネルのためにありがとうございます。タイヤチャンネルのためにありがとうございます。アニマティックしておりますんで、ありがとうございます。はい、じゃあお願いします。はい、早速もういいんですか。こんなにあるのけど。いやいや、こっちにもあります。あ、本当だ。サクサクっと。はい、サクサクっとお願いします。はい、まずは、まずは、はい、はい、このチャンネルが、あ、そうね、これね、公開されている時にはそう、販売してますね。はい、今日が9月30日なんですけど、今日販売、今日です、ね、あ、今日9月30日ね。うん、はい、今日9月30日発売。パワーレッド、パワーレッドね。どうですか、この赤。もう赤好き。赤好き。赤にこの黒がいいね。黒のミッドソールがいいよね。うん、黒のミッドソールとこれ、あとガムソールも、うん、ガムソールもいいね。これはね、当時、うん、ちょっと全く同じ色じゃないですか。もう近しい、うん、まあ、オリジナルカラーがあって、うんうんうん、これはオリジナルカラーの色ということで。あ、そうなんだ。けどこれって本当に全く色のパターンは一緒だけど、やっぱちょっと違う、このオリジナルと。ちょっとまあそうです、形は 100%、まあ、ほぼ近くは再現されているけど、うんうん、当時のオリジナル持ってる人が見たらちょっとこうあってあるけど、でも全然、全然忠実にヒールパッチのここにも、はい、これもね、再現されております。再現されてる。けどいい色、まあ、基本アジマティックはスウェードで、うん、スウェードだもんね、リリースされてるので、はい、わかりました。はい、これはもうすぐね、初のブラックソールかな。ブラックソール、はい、あ、けどこのブラックソールいいね。というところから、はいはいはい、次は、次は、はい、はい、これは何。あ、これも渋いね。そうですね、コアブラック、コアブラックけど、なんかここピンク、ライトピンクの、はい、ライトピンク。ソールもインナーも、あ、ソールは違うな、ここだ、ライナーね、ライナーとライニングとここだ、はい、っていうものが、うん、まあ、ブラックで、これもブラックソールなんですけど、はい、ちょっとこの淡い差し色のライトピンクが、ね、なんか女の子が好きそうな感じだけど、まあ、男でも履けなくはないカラーリングね。そんなピンクが濃くないので、これはいつ発売なんですか。これも、11月。あ、11月。はい、詳しい発売ちょっともしかしたら前後しちゃうかもしれないです。はい、11月ゴロ。はい、わかりました、ゴロゴロ。はい、そして、はい、爽やかな、はいはい、お、これ爽やか、グレイワン。本当だ。けどなんか今までの爽やかさと違って落ち着いたカラーリングで、ちょっとライトグレースウェードにブラックって、うんうんうん、まあ、一番シンプルで合わせやすいんじゃないかな、うん、ああ、なるほど。けど前回までなんか淡いパープルとか、淡いパープルって好きです。あれ出てたのもあるから、こう淡い系出るかなって言ったら、これけど落ち着いてていいね、これね、うん、履きやすい、一番合わせやすい出来台になったカラーじゃない、うん、なんかホワイト好きな人とかこれ一番いいかもしれないですね。そうですね、うん、けどスウェードでいいですね、これ。ということはアレンジ聞いてると、はい、いい、どれもこれ、かしこもいい。もうこんなにあるけど、はい、うん、で、続いて、まだあるの、まだあるぞ、まだ、はい、はい、こちら、これ何これ、はい、シューター見てください、シューター。ほんとだ、アトモス×ラージって書いてますね。エクストララージ、エクストララージさんと、はい、はい、こちらすごい、これはですね、はい、アトモスとエクストララージのコラボレーションということですね、はい、シューターにおなじみのゴリラのロゴが入ってます。ゴリラのロゴ入ってますね。これもですね、ちゃんともう長い時間をかけて作ってたんですけど、まあ、ソールもそうだ、そう、入ってる、スペシャル仕様。へぇ、アニマティック史上初めてのトリプルコラボかな。へぇ、すごい、これいいね。そういった商品になってます。で、まあアトモスもエクストラージも原宿に20年以上あるんだけど、はい、初めてのコラボレーションということで。あ、そっか、アトモスとエクストラージのコラボは初めてと。そう、やってるようでやってないという。やってないんだ。そう、それで、まあ、原宿の OG 同士ということで。
で、オリジナルカラーの掛け合わせをしているとえ、これアトモスでも売るし、エクサラージも売る。そう、すごいね。そういったものになってスペシャルにするとなっております。これはいいですね、はい、はい、渋いです。そしてまだある。はい、まだあるの。これ、これ最後です。はい、それ何ですか。これが、これはあのアトモスベッチですね。ほう、これはあのまた派手なカラーリングだね。ちょっとね、あのアイエスさんにピー入れないで怒られちゃうんですけど、うんうん、ですね、あのヴィンテージの某アウトドアブランドインスパイアからです。あ、なるほど、はい、ピー社ですね。ピー社です。ピー社のカラーリングで、ピー社のやつね、はい、うん、ちょっと使うなと、うんうん、ちょっと言われてるんですけど。なるほど、ピー社を。あ、それはそうです。そのネーミング言っちゃダメですね、これは。まだそうですね、当時の、まあ、90年代こうあのいやけどアウトドアのカラーリングね、僕ら世代は好きなカラーリングね、フリースと一緒に、はい、ダウンと一緒に合わせたいカラーリングね。はい、そんな感じでございます。はい、けどなんかこれオーセンティックなけど、そう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 、まああの王道な、うん、あのアクロティックの黄金比のバランスで、うん、スウェードにガムソール、でゆっこさ、これ全部いいんだけど、この間も見たんだけど、これなんでアディダマっていうか、この毎週毎週っていうか毎月出すの、これ毎週毎、まあよく、うん、ちょっと今リリースがね、うん、コロナで遅れてたっていうのがあるけど、うん、まあ、やっぱりいろんなね、アトモス TV でも、はい、めちゃくちゃコメントが入って、うんうんうん、まあ、やっぱり、はい、一から型を落としてるんで、はい、あ、それで、まあ、そういうのも大人の事情もあり、あ、大人の事情もあり、いや、すごいなと思って、はい、こんだけ毎月毎月出るんじゃね、欲しいこと全部お金なくなっちゃうんじゃないかな。いや、全部買ってください。全部買っちゃうかな。一足ずつね。でも体力をこう逆に言うと、もうなんか撮影とかロケとかにも履いてってるんですよ。リア的な感覚で履いてる。そうそうそう、普通にキャンプ場でも履いてるし、普通になんかこの間カヌー乗ってる時もこれで入ってます。カヌーもこれだと思う。カヌーも行けた。カヌーも行けた。全然これで行けます。でもどこでも行ける。どこでも行ける。サップはさすがにこれやんなかったけど。サップだけは水濡れるんで。なるほど。まあスウェードだしね。そうそうそう。それ以外は全部行ける。まあ、登山以外、登山とそれ以外は行けるから。なるほど。うん。アリマティックでいろいろね、楽しみ待ってますんで、ちょっとタイラチャンネルで、はい、どんどん紹介していきましょう。はい、いろいろ紹介させていただきますので、今後も楽しみにしてください。どうも、はい、ありがとうございます。はい、また見てね。はい、またね。じゃあねー。